ヒュンダイポーターは、韓国の現代自動車が製造するキャブオーバー型の小型トラックである。初代ポーターは1977年1月に HD1000 の1車種として登場した。HD1000 は、キャブオーバー型のトラックと3、12人乗りのバン、ワゴンが存在し、トラックの方は、ポーターのサブネームが付けられていた。h d 1 0 0は1981年に製造を、 終了した。三菱、デリカ、ヒュンダイ、ポーター二代目、ポーター前期型二代目、ポーター後期型ポーターは1986年11月、二代目、三菱、デリカトラックのライセンス生産者として、復活を果たす。なお、バン、ワゴンのグレースも同年にデビューしているが、こちらは三代目デリカ、L300 のライセンス生産者である。 二代目ポーターは1993年にフェースリフトが行われ、円形ヘッドライト、1991年型ソナタと共通のステアリングホイール、グレースと共通のダッシュボードが与えられた。標準キャブの他にダブルキャブもラインナップされ、エンジンは D4 バイト X が搭載された。三菱、デリカヒュンダイポーター三代目ポーター1996年3月に、 登場した三代目ポーターは、グレースと同様に三代目デリカ、L300 が、ベースとなった。翌1997年には、南アフリカ共和国市場に、ヒュンダイバッキーの社名で投入された。韓国での生産は2004年に終了しているが、ロシアでは、タグズが、現在でも製造、販売を行っている。また、パキスタンでは、ヒュンダイシュハゾールとして、 マレーシアでは、イノコムロリマスとしてそれぞれ製造、販売が行われている。四代目ポーター前期型四代目ポーター後期型2004年に登場した四代目ポーターは再びユンダイの独自開発車種となるが、参加のキア自動車のボンゴとは多くの部分を共用する。また、再び標準、キャブとダブルキャブの両方がラインナップされた。 エンジンは126馬力を発揮する D4CB 型コモンレールディーゼルが搭載された。ブラジルではヒュンダイ HR として販売され、メキシコではクライスラーに OEM 供給されてダッジ H-100 として販売されている。韓国においては自動車学校の第一種普通免許用の教習車としても利用されている。2016年3月には 1>, 1万214台を販売し、乗用車も含めた全ての韓国車において一位であった。これは、景気の低迷によって失業者が大量発生すると、同時に自営業者が増え、それに伴いトラックの需要も増加することと、大いに関係している。2017年の年間売上台数は10万1423台。 発売以来初めて10万台を突破する年となった。2019年12月にはシリーズ初、かつ韓国の商業者初となる EV、ポーター2エレクトリックを発売開始。ありがとうございます。